はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、オンプレミス案件やっててよかったなぁと、まあ、そういうようなお話をしたいなというふうに思います。はい、まあ、最近はやっぱりですね、まあ、脱オンプレといって、まあ、オンプレミスを脱却して、まあ、クラウドにシステムを移行するっていう、ようなことが多くなってきました。で、実際に、まあ、その流れ自体もですね、まあ、本当に間違いなく来ていて、まあ、クラウドへの移行を伴う、お仕事に携わるという機会も、まあ、だんだん多くなってきました。で、まあ、やっぱり、実感、そうなんだなっていうのを実感しているところでもあります。で、まあ、最近でこそですね、まあ、クラウドの仕事がメインになりつつあるんですけれども、まあ、オンプレの仕事もですね、未だにいただくことがあるので、まあ、どっちもやっているという感じなんですね、僕の今の状態で。やっぱりクラウドでやってることも、オンプレの経験が生きることって結構あるんですよね。で、まあ、そういうのをちょっとお話ししたいなというふうに思います。まずですね、クラウドの中身をある程度、理解できるというところです。例えば仮想マシンを提供するサービスを例にとりたいと思います。 AWS だと EC2、 Azure だと、Azure Virtual Machine とか、そういうものですね。で、実際に、この内部的な構造ですね、AWS では、Zen っていう仮想化技術を使っていて、Azure では、Hyper-V っていう仮想化の技術を使って、その、仮想マシンを、起動して OS を流し込んだりっていうのをやっているわけです。で、ここのその Zen だったり Hyper-V 自体を構築した経験があったりすると、まあ、それに、まあ、似たような技術でもいいんですけど、まあ、VMware とか、まあ、そういうようなところの経験があると、例えばデプロイボタンをクリックしたときに裏でどんなことが行われているのかなっていうのが、なんとなく、見えてきます。これ例えば AWS って、まあ、内部的な構造って公開してないと思うんですけど、おそらくはですね、まず OS イメージがインストールされてないからの仮想マシンが起動します。まあ、インスタンスの箱だけが起動します。で、まあ、DHCP サーバーから IP アドレスを取得してきて、まあ、ピクシーブートですかね。で、AMI イメージを格納されているサーバーが多分あるんですよね。そこからイメージを落として、で、AMI イメージがアタッチされた仮想マシンが起動する。まあ、多分こんなようなことをしてると思うんですね。で、こういうのが、実際にその、下の本当のオンプレで、一からインストールする基盤のところとか、さっきの、Zen だったり Hyper-V のところの経験があると、そういうのが分かってくるわけなんですね。まあ、あと、データベースを例にとってみたいと思います。AWS だと RDS、まあ、Azure だと Azure SQL サーバーとか、まあ、そういうものがあったものですね。で、これとかも数クリックでデータベースが作成されます。ポチポチ次へ次へで実際にデータベースデプロイされるんですけれども、まあ、これって、まあ、内部的には MySQL だったり SQL サーバーが、作られているわけですね。実際の、多分コンテナとかで作られてるんじゃないですかね。中身的には。で、これらって、まあ、元々というか、今でもそういうのありますけど、OS にインストールするっていうのが常だったんですね。だったり、その各設定もいじれるところって、GUI だったり、まあ、CLI、コマンドベースでやるにしてもある程度限られていますね。で、実際のミドルウェアの設定っていうのはもっと大量にあるわけです。一部しか出てないわけですね。で、レプリケーションとかもそうですね。拠点ごとに、実際は見えなくても裏で拠点ごとにレプリケーション、データの同期をしていて、一つのデータセンター潰れてもちゃんと データ保護できるように、まあ、そういうような構成を裏でやってるんですけれども、これを、まあ、今までだと実際は手動で構築していたわけなんですね。で、それってまあ結構大変で、まあ、そういうのもさっきの OS インストール
ていうか、仮想マシンもそうだし、データベースもそうなんですけど、すごい抽象化されてるんですよね。そうするとやっぱり中身のところってわからないですよね。だから多分なので中身のところが分かりづらくて、実際に何をやってるんだろうっていうのがあんまり鮮明じゃなくなっちゃうというところもあると思うので、こういうところはやっぱりそのオンプレので今までその経験、ちゃんとポチポチだったりコマンドベースでインストールしてきたような、そういうのが生きているところなのかなっていうふうに思います。だからまあで、もう一点ですね、抽象化されすぎているというところです。まあ今のもそうなんですけど、まあ今の時代から IT に携わっていく方々って多分オンプレって触ることなくクラウドを触り続けることになると思うんですね。なると思うというか、まあそういう人、そういう人口の方が多いと思います、 IT 人材の中、なのでその抽象化されていたその中身を理解する必要って、まあ、ないといえばないわけなんですね。まあ、実際操作してちゃんとできるわけなんで、なんですけれども、やはりこの基本的な構造をさっきの理解しているのと理解してないのだとそのイメージの湧きやすさが違ってきますし、まあ、トラブルシュートの時とかもですね、まあ、ピンとくるポイントっていうのがあるかもしれません。なんかまあ確実にその、深さというか、トラブルシュートの時にピンとくる確率っていうのは結構高い、クラウドだけやってる人よりかは高いかなっていうふうに思いますね、そういうその地頭じゃなくてですか、そういうオンプレの、基礎となる技術を知っていること で、ただまあそういうような場面って、まあ今後どんどん少なくなってくると思うんですね。さっきの仮想マシンが例えば AWS 上で仮想マシン起動しないってなったら、実際には、まあ、こっちの操作ミスとか設定ミスっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、AWS の内部構造的に、まあ、起動しないようなそのバグがあったり、あったりしても何ていうのかな、まあ、それに対しては、まあ、僕らはどうすることもできないんですけれども、まあ、それに対してのそういう切り分けっていうのは、まあ、少なくともできるように。切り分けっていう場面はあるかなというふうに思いますね。まあ、だからまあその小さな機会というか、あんまりそんなに活躍する機会はないので、まあ、そのために無理に勉強する必要っていうのはないと思います。まあ、ただですね、そのインフラをメインでやっていく場合っていうのは、まあ、この、オンプレの知識っていうオンプレの知識がその役立つコツっていうのはかなり多いかなと思います。実際にまあ、僕もそうなんですけど、まあ、クラウドを理解する上での、まあ、根幹となっている知識だと思ってます。やっぱりオンプレやってるとクラウドってすんなり入ってくるんですね。実際にそのクラウドといっても、まあ、中身はオンプレというかその見方によって違うあれですからね。 AWS の例えば社員さんだったりすると、社員さんだったり データセンターだったり SE さんだったりすると、データベースの人からすると、まあオンプレですよね。自社でそのサーバーを持ってるわけです。だけれども僕らユーザー側からするとクラウドですよね。そのサービスを利用しているというところで、なので、まあ、実際にまあ、クラウドもオンプレも全く別物ってわけじゃなくて、まあ、かなりその親和性があるもの、結構かぶってるとか多いんですよねっていう感じだと思います。なのでそのなんですかね、これアドバイスって言ったらちょっと大げさなんですけれども、まあ、ずっとクラウドネイティブの時代なので、まあ、クラウドをどんどん触っていくことになると思うんですけれども、ちょっと立ち返ってオンプレミスの案件にもし入れるようなチャンスがあったら、それちょっと入ってみるっていうのもすごいいい経験になるかなっていうのは僕はちょっと思っています。はい、はい、そうするとなんかちょっとこのパズルピースがちょっとつながるみたいなことが、まあ、あったりするのかなっていうのは思いますね。はい、
といった感じです。なのでまあ、僕はですね、ずっと今6年目7年目ぐらいなんですけど、まあ、ずっと4、5年とかずっとオンプレでやってきたんですね。オンプレのインフラエンジニアとしてやってきて、そこから、まあ、AWS とか Azure のお仕事っていうのをいただき始めたんですけれども、うん、まあ、その4、5年っていうのは全然無駄じゃないし、まあ、それがあって、まあ、今こうやってお仕事をいただけてるんだなっていうふうに思っております。なので、まあ、ですね。はい。という感じなので、という感じですね。はい。というところで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。